皆さんこんにちは、生ハゲゲームズです。前回はですね、速報ということでクリア後の特典についてお話しさせていただきましたが、今回はゲームクリア後の特典のですね、弾薬の無限化について効率的に行う方法をご紹介させていただこうと思います。で、弾薬の無限化なんですが、前回もお話した通り、クリア後のですね、このボーナスの項目からエクストラコンテンツショップ内で CP を利用して解放するっていうことになるんですけども、まあ、この例えばドラグーンだったりとか USMAI だったりとか、このあたりはクリスが使ってた武器なんですけど、この武器以外のもの、ストーリー内で使っていた、まあ、拾ったりしたものに関しては、これ解放するためには全ての改造パーツっていうのを装着したりとか、カスタマイズで全性能をですね、最大まで強化するみたいなことが必要になってきます。初回クリア時だとですね、こういった形で弾薬の無限化がロックされているものも多いんじゃないかなと思います。で、これをですね、まあ、効率的に解放するということなんですけども、その方法がですね、一旦ですね、クリア直前のデータをロードします。まあ、こんな感じでロードをします。で、このデータなんですけど、別にクリア直前のものじゃなくてもいいです。とりあえず無限弾薬化したい武器を持っていて、商人がいて、近くにセーブポイントがあって、お金とかもしくは売却できるアイテムが多いデータであればいいかなと思います。あと、無限弾薬化したい武器の改造パーツも入手してあることが条件になります。なんならですね、これクリアデータもできてると思うんですけども、そのクリアしたデータからまた最初から始めるっていうのができるんですけど、その最初から始めたデータでも構いません。クリアデータで始めた場合なんですけど、クリア時点でのアイテムや所持金は引き継がれているんですね。その場合なんですけど、お城の中の商人のところまで話を進める必要があります。お城の外にも商人いるんですけど、そこだとちょっとセーブできる場所がないので、城の中の商人まで進めてください。ちょっといろいろ面倒な点もあるんですけど、まあ一番早くて換金アイテムをたくさん持ってたりするのはクリア直前のデータなのかなと思っているので、今回はそれで試してみます。で、今回は初めに入手できるショットガンで試してみたいと思います。まずは商人のところに行きます。で、カスタマイズしたい武器、今回だとこのショットガンなんですけど、これ以外の武器を全部売っ払っちゃいます。武器とか弾薬とか、あと換金アイテムなんかも全部売っちゃってもいいかもしれません。まあ、ある程度まとまったお金ができたら、今度はカスタマイズでフルカスタマイズしていきます。で、これでフルカスタマイズできました。必要であればアイテムの購入からカスタマイズというか改造用のパーツを購入してください。今回はもう買ってあるので、その部分については省きます。で、フルカスタマイズが終わったら、メニューのですね、クイットゲーム、ここから、ゲームを終了してください。セーブしてしまうと他の武器がカスタマイズできなくなっちゃうので、ここはクイットゲームで終了してください。するとタイトル画面に戻るんですが、ここでボーナス、エクストラコンテンツショップを見ると、先ほどフルカスタマイズしたショットガンが解放できるようになっています。これと同じ要領で、先ほどのようにデータをロードして、他の武器に関しても必要な分以外は売り払ってカスタマイズをしていくという流れになります。で、注意点なんですが、一部の武器に関しては、ストーリーの途中で改造パーツを拾っておく必要があるんですね。例えば、このウルフスベイン。これに関しては断層シリンダーに関してはお店で売ってるんですけど、ロングバレルに関しては途中で拾っておく必要があります。
あと商人から最後の方で買えるようになる一部の武器ですね。例えばこれ V61 カスタムとか SYG12 とかですかね。このあたりすごい強力なんですけど、カスタマイズにめちゃくちゃお金がかかるっていうのと、あと実はこれクリア後のデータから始めないと買えないパーツがあったりするんですね。なので1周目ではちょっとですね、このあたりの武器に関しては無限弾薬化が難しいかなという感じです。あとですね、2周目の時点だと1周しかまだしてないので、そんなに CP たくさんあるわけじゃないと思うんですよ。で、どれを無限弾薬化するかみたいなのでちょっと悩むかと思うんですね。このドラグーンなんですけど、フルカスタマイズとかする必要がなく、普通に SP 武器の解放と無限弾薬の解放だけすると2周目からアサルトライフルが使えるっていう非常に強力な武器です。ただですね、ストーリーを進めて商人に会うところまで行かないと手に入らないっていう点に注意してください。あとですね、これ見てわかる通りカスタマイズが一切できないんですね。なのでリロードをこれ以上速くしたりだとか威力を上げたりっていうことができないようになっています。この点には注意してください。あと CP の稼ぎ方なんですけども、単純にマーセナリーズをやって、このレコードの中のマーセナリーズの中の項目を解放していくっていうやり方もありますし、先ほどみたいに途中のデータを使って何か解放できそうなものを探してそれを解放して稼ぐみたいなやり方もあります。解放した無限弾薬などは途中のセーブデータであっても適用されるんですね。なのでボス戦直前のデータとかがあれば、そこで無限弾薬で瞬殺して項目消化するとかもできるかもしれません。アサルトライフルの他に個人的にまあおすすめするとすると、ウルフスベインですね。最高難易度に挑戦すると、ちょっと私あんまプレイヤースキルないんで、アサルトライフルのドラグーンだけだと威力とリロードに物足りなさを感じちゃうんですね。ウルフスベインだと大抵まあ雑魚だとどの敵も一発なんですね。もちろんね、あの好みがあるかと思うんで、どっちがいいっていう話ではないんですけど、私的には結構ウルフスベイン使いやすかったです。無限弾薬解放する時の参考になればと思います。ということで、今回は無限弾薬の効率的な解放の仕方ということでした。お役に立ちましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、生ハゲゲームズでした。皆さん良いビレッジライフを。